いらっしゃいませ。ありがとうございました。着いたぞ、ここだ。兄貴、この店ぼったくりと違うんかの。コーヒー一杯1000円じゃ言うとりますけど。しかも税別っすね、頭。金足りますか？この調子で言ったら3日でおけらじゃ。こりゃ頭が楽しみにしてた風俗はお預けっすね。バカだれこの。兄貴の前で余計なこと言わんでええ。そうだ、桐生の兄貴、ちょっとスマホ貸してもらえません？ん？すぐお返ししますんで。おう、ユータ、何しようなら、バカ高いパフェが溶けるじゃろうが。ちょっと待ってください。あ、これでありましたよ。辰川の近況、ネットに上がってました。この辰川のページ、田頭に教えてもらったんすよ。ずいぶん楽しそうにしてやがるな。あの外道が、遥さんが事故に遭うとるちゅうのに。本当に遥さんはなんで小川の男と。これはいつの写真だ？ページのコメント見る限りじゃ2週間前。最近じゃの。背景に写っとるのは神室町の店かの。さあそこまでは分かりませんけど、どうすかね。桐生の兄貴、見覚えあります？ないな。俺にも無所のブランクがあるんだ。この町じゃ3年も経てば店も随分入れ替わる。なんなら言うた、全然役に立たんじゃない。なんでそういう言い方しますかね、頭は。ほいじゃあ兄貴、これからどうしますかいの。手当たり次第ホストクラブ当たって辰川探しますか？いや、古い馴染みがやってる店があるんでな。天海市通りにあるスターダストって店だ。そこのオーナーと店長になら顔が利く。まずはそこに行ってみよう。スターダスト、この町一番のホストクラブだ。辰川が本当にこの町でホストになったんなら何か情報が手に入ると思う。そういえば
兄貴、ちょっと待ってください。ユータのやつが。すみません、俺ちょっとコンビニ行ってきます。あれはパフェで腹壊したんじゃ浮かれてなれんもん食うけそうなるんじゃ。コンビニのトイレ借りに行ったってことか。しゃあない、わしらも行きましょう。店の中で待っとりゃええでしょう。うちは店にトイレないんですよ。嘘つけ！あんたらだって店のトイレ使うんだろ。お客様にお貸しできるトイレはちょっと防犯上の理由ですから。じゃあこんな店の中でうんこ漏らせってのか。ああ、それなら早く店から出てってもらわないと。いいから貸せよバカ野郎。キリュウの兄貴、あいつのことはええですけ、ここで笑って見とりましょう。面倒見のいい頭だな、あんたも。じゃけど、東京のコンビニっちゅうのはトイレも貸してくれんのじゃの。冷たいもんじゃ。兄貴、これちょっと見て使わさい。東条会の六代目が無所に入るって書いておりますわ。何？控訴棄却。これから無所に入れられるってことか。どうしますか。こん方たち兄貴の仲間なんじゃろ。どうするも何も、俺はもう東条会の人間じゃねえんだ。じゃけど東条会のトップが無所行ってしもうたら、あの染谷っちゅうんが余計力つけるんじゃ。どうしたら兄貴、あいつまたキヨちゃんさらいに来るんで。何しても俺はもう東条会の中のことに口出す立場じゃねえ。もういい加減にしてください。警察呼びますよ。くそ、分かった、もういい、あんたには頼まねえよ。桐生の兄貴、頼んます。どこかトイレのあるとこに。ああ、スターダストはこの店出てすぐだ。そこで借りればいい。なんすかそれ、もっと早く行ってくださいよ。わかりました、じゃあ俺ちょっと先に行きますんで。あのバカたれ、兄貴に礼の一つも言えんのか、恥かかせよって。トイレに間に合えばいいがな。ほんじゃわしらも行きますか。はあ、男が入ってくる店じゃねえんだよ。二度と来るんじゃねえぞ、ボラ。トイレ貸してくれるくらいいいじゃねえか。おい。ああ？俺はキリュウってもんだ。オーナーのカズキか店長のユウヤ、どっちか呼んでもらえねえか。古い馴染みなんだが。カズキ？ユウヤ？うちにそんな奴はいねえな。何？いいからとっとと消えろや、おっさん。店の前でうろちょろしてんじゃねえぞ。兄貴、どういうことですか、イロ。さあな。今のホストにもう一度聞いてみるか。あの、キリュウさんですよね。ん？お前は？わかりませんか？
まあ少し変わりましたがね、俺も。これでどうです？お前、ゆうやか。ゆうや？そういや、さっき兄貴、店長のゆうやを呼べって。ええ、スターダストの店長でした。今は見ての通りのリーマンですけどね。お前、スターダスト辞めたのか？でも、ならなんでこんなところに。気流の兄貴。お？ああ、大丈夫か、ユータ。トイレを、早く。マジで東京もんって何なんすか。トイレくらいいくらでも貸してくれりゃいいじゃないですかねえ。本当に漏らしとらんのか。ちびっとひっとるんじゃなんか。ええ、そう思っててもらってて結構っすよ。ゆうや、二人は広島の組の人間でな、いろいろ世話になってる。ええ、それよりさっきの遥ちゃんの話ですけど、本当に子供を産んでたんですか。ああ、そうだろうな。その赤ん坊の父親ってのがこいつらしいんだ。カムロ町でホストになったらしくてな。名前は立つか。スターダストでお前らに聞けば何かわかると思ったんだが、見覚えは？見覚えありますね。本当っすか。俺が店辞める前は確かにスターダストにいました。おお、さすが兄貴じゃ。いきなり見つけてもうたの。ただ今も働いているかは分かりません。スターダストは前とはだいぶ変わりましたから。俺が辞めたのはともかく、和樹さんももうあの店のオーナーじゃなくなってるんです。和樹さんってのも桐生の兄貴のお知り合いで。はあ、もう随分会ってないかな。和樹にも優也にも俺はカムロ町で何かあるたびに世話になってた。スターダストに何があったんだ優也。あの店はお前らがいてこその場所だったはずだ。正直な話、ホストクラブもキャバクラもこの町の風俗自体マンネリで客足が鈍り始めてました。そこに来て東上界と中国マフィアの抗争です。和樹さんも俺もいろいろ頑張ったんですけどね、赤字経営が続いてました。ところが今年の初め頃です。どういうわけか韓国の連中が急に金を持つようになって、その札開きってカムロ町中のめぼしい店根こそぎ買収してきたんです。スターダストも結局その勢いに飲まれる形で。韓国人がスターダストを買い取ったのか。ええ、しかもその時は知らなかったんですけど、その韓国人たちの裏の顔はジンゴン派でした。何？なんじゃ？ジンゴン派っちゅうのは。韓国のマフィアだ。昔いろいろあって今も俺を恨んでいるらしい。ただほとんど潰れてもう俺を直接知ってるようなもんはいねえはずなんだがな。桐生の兄貴、韓国の連中ともやり合ってたんすか。すげえ。確かに今のジンゴン派には若いやつが多いようでした。スターダストを買ったやつも多分幹部でしたけどまだ20代です。達川のやつ、総合な店でホストなど続けられるんかの。もうやめとるんじゃないんかの。もしそうだとしてもあの店に達川を追う手がかりがあるはずだ。人号派がいようが
スターダストに乗り込む価値はある。相変わらずなんですね、桐生さんは。ん？俺は今、ホスト時代の客のコネ使って小さな会社の営業職やってます。慣れない仕事で一からやり直しですけど、元ホストがこの年で職にありつけただけでもマシですかね。だから今日スターダストの前で桐生さん見かけたのもたまたまだったんすよ。和樹はどうしてるんだ？あの人は今スターダストを買い戻す算段つけようとしてます。ただそうは言っても今のカムロ町の構想が終わらねえ限りは動かないでしょうけど。ふん、そうか。お前和樹が店を買い戻したらまたスターダストに戻る気なんだな。そんなの当たり前じゃないっすか。和樹さんの片腕になれる男なんて俺以外にいませんから。ならお前がさっき言ったセリフそっくり返すぜ。俺の言ったセリフ？お前も相変わらずだってことさ。いや。おい、あいつ、さっきホストクラブでユータを追い出しとったやつじゃ。いやあ、結構ですね、焼肉。うまそうな匂いだ。この店のはまた格別でしょう。お楽しみのところ失礼します。私、スターダストのオーナーをやっております。ハン・ジュンギと申しまして。聞けば、せっかく店までお越しいただいたお客様を。このバカが追い返してしまったと聞きましたね。なんじゃこれ。つきましては埋め合わせをさせていただけませんか。桐生一馬さん。先日神室町にいらしてたと聞いていましたが、本当にこうやってお会いできるとは光栄です。ぜひこれからスターダストまでお運び願います。店を挙げておもてなしさせていただきたい。ずいぶん強引な野郎だな。あんたとは初対面だが。私はあなたの熱烈なファンだったものですから。いけませんか。望むところだ。こっちもお前らに聞きたいことがあるんだな。ほう。おう、そうじゃ。踊れるの店に達川ユンがおるじゃろうが。わしらはそいつに用があるんじゃ。なんであれ構いませんよ。では私の招待を受けていただけるということでよろしいですね。ああ、すぐに行く。スターダストで待っててもらおうか。感謝します。では後ほどお待ちしておりますので。キリュウさん、さっきのあいつ、ジンゴン派です。スターダストを買い取ったのもあいつで。はあ。本当に奴の誘いに乗るんすか。今のジンゴン派は、カムロ町の構想に割って入ろうかって勢いなんです。
東条会と中国マフィアの抗争を陰で煽ってるって噂もあるくらいで、昔潰れかけた頃とはもう別物なんですよ。危険は承知の上だ。それでも俺たちはハルトの父親を見つけなきゃならねえ。やっぱり止めるだけ無駄なんですね。本当に相変わらずだ。久々に会えてよかった。またな、ユウヤ。ええ、お気をつけて、キリュウさん。せがって何見てんの。やっぱりなやつ
しばらく寝てろ。저놈이다기르다같이있는놈들은또누구지그딴거신경안써다죽어라아니기안나라와시라니이혼みたいじゃ韓国語で叫んでるみたいですけどじゃあもしかしてあいつら人言派だなけどわしら反純義っちゅうのから招待されとったんじゃまだ俺を恨んでる連中もいるってことか今の人言派も一枚岩じゃねえらしい。違うじゃない聞け。おい聞け。助けてくれ。かまってる暇はねえ。行くぞ。誰か。下がった。切れた。兄貴半純義には後で文句言わねえとな。いやー、カムロ町いうんはおもろい町じゃのう、兄貴。喧嘩相手が山ほどおる。頭、行ってるそばからまた来てますよ。今頃、半純義が待ちくたべれてるな。
キリュウの兄貴、あとはわしらで片付けますわ。先にスターダストに行ってて使わせ、わしらはここでお楽しみじゃ。キリュウの兄貴、頭の言う通りです。俺らもすぐ追いつきますから。本当に大丈夫なんだね。タツカを探すのが最優先ですから。俺らもたまには役に立たねえと、東京まで来た意味ないっしょ。さあ兄貴、早う行って使わせ。分かった、あんまり遅れるんじゃねえぞ。へい。わしは今最高に乗っとるわ。おう、踊るらもっと仲間呼んでこんかい。全然食いたりんじゃろうが。